うおー、これが噂のカーターキングのか。画質も綺麗だし、これは期待の新作。いや、これは瀬戸康太でもさ、明らかにスマホで遊べるグラじゃねえ。小池の CPM2 もありと、マジでこの画質らしい。は？うせやろ、このクオリティで出されたらすごすぎる。てか CPM2 ってなんなんや。ということなので、今回は約束された神ゲー CPM2 の事前情報についての総まとめ動画やで。しかもこのこのココシタンタンより気になるぜ。いや、むしろその謎呪文の方が気になるわ。はい、これが CPM2 の映像。いや、これほんまにカーパなんか。正真正銘の後継作品やで。やけに今までと作風違うし、地味に綺麗なのなんなん。じゃあ順を追って見ていくか。なん、鹿のこのこのここしたんたん。ということで、CPM2 の新要素5つ目。同じ車が複数台持てる。ついに我々の要望が通ったー。ご覧のようにポルシェが2台保持が確認できるぜ。もうこれ初っからみんなが望んでたよね。そしてここで飛行。枠の増やすには課金が必要。は？いやいや、カーパに枠もしかも関係ないでしょ。なんと今作では枠に制限があるんすよ。これでやっと自由になれるのに、それはないですわ。CPM2 の新要素2つ目、窓にバイナルが貼れる。もうこれ CPM の上位互換だろ。窓側に最高150枚、本体に最高230枚貼ることができまする。本家より50枚削られてんのか。でも貼れるのが実質100枚増えてるから、これはプラスだな。CPM2 の新要素3つ目、ガレージが使える。親の鹿よりも車いますやん。カーパのこのここしかパカマや。呪文作るのやめてもろて。そしてこのガレージ、オープンワールドの一部になってるんすよ。ということはつまり、オンライン中でも抜けることなく車両を変えてくることができるやで。なんじゃその神機能。じゃああのギリギリの時の連打現象に苦しまなくていいのか。てな感じで、ガレージ内には自分が保有してる電車が並んであるやで。それはちょっと面白い。もちろんワールド内なので並べて撮影ができたり。ガレージ自慢が流行りそう。なんかこれ見たことあると思った皆さん、そんなマックスのまま遊べます。クオリティ上がったし、定位置をそのまま遊べるのはデカすぎる。CPM2 で変わるもの、レースモードが一新。あのしょぼかった安っぽい感じからちゃんとした作りに改良されるのか。ちゃんと上昇システムもあるらしいので、これは実機のプレイで期待。これは楽しそう。CPM2 で一気に変わる要素、チューニングカスタマイズの幅広さ。今の CPM も全然カスタム豊富よね。今度の新作では、エンジンやタスなどいろいろ項目ごとに分けられていて、以前よりも細かくカスタムできるんすよ。いろんな再現車が作れそうだな。うおー、なんだこれ。いかにも和風な建物あるし、これはまさか。そう、これが CPM2 の日本マップ。なんと今作では県のマップに日本エリアが追加されてるんすよ。ついこの前のアップデで日本もどきが追加されたんじゃね。また別で新規エリアとして追加されてるね。めちゃくちゃでかいじゃないか。先ほどの住宅街の他に、五重の塔や神社、謎の邸宅などが実装されてるようね。モデリング灰色のまんまでさ、絶対これ初期のままで流用してるやろ。なぜか桜だけはしっかり作られてるという。にしても妖精なのにここまで日本を作るという意識が感じられて良いね。実はこのエリア、洋式にもこだわっておりまして、ちゃんと箱根仕様になっとるんすよ。洋式もちゃんと日本仕様なのこだわってて、しこだわ。ねん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 。ということで、今話題の CPM2、今回は事前情報だけに絞ってみた。まだ3部も尺使ってなくてくさ。動画を中途半端に作ってしまったけど、いろいろあってあえて結局出すことにしちゃった。それにしても事前情報だけでもとんでもない神ゲーやな。ちなみにいつリリースするん？実はまだ正式リリースはされてなくて、アルファ版というテスト版がリリースしてるや。ちなみに応募はすでに終了してます。あとはもう正式を待つだけなのか悲しい。でも価格は無料で iOS、Android で遊べる予定。このクオリティが無料で遊べるのは恵まれすぎてる。さらに運営の格言によると、CPM2 でのチートツールの使用はより厳しく対処していくとのこと。これで外役チーターも減ると良いな。さらに公式 Discord では、重要なお知らせが見れるので要チェック。やっぱ Discord はやっておくべきだぜ。なんかいい感じなので、CPM2 の鹿でお別れしやしょう。いや、CPM に鹿いるのかよ。